探していたんだよ、小さな幸せを。なんやかんや言うてね、まあ時にはちょっと贅沢をみたいに、まあまあ贅沢してますやん。今日はね、ほんまご飯、ご飯と納豆、それも1パック、いつも納豆2パックぐらい食べますやん。で、卵入りとかやってますやん。卵もなし、ほんまの納豆1パックとご飯だけ。それをね、ちょっとなんちゅうの、満足感、満腹感、贅沢感をするためにちゃんと今日はお茶碗に入れたんですよね。アンドゥからの海苔、海苔がおまんねん。海苔かけるって贅沢すぎやろ。言うておまへんねん、言うほどおまへん、なんぼもおまへんねん。わかります、海苔もおまへん、海苔もおまへん。幸せや。探していたんだよ、小さな幸せを。うす。ああ、こういうのもいいね。あと味噌汁あったら最高やねんけどね。